3月12日火曜日の朝9時過ぎに撮影しています。今朝ね、こことここのね水槽の苔取りを行ったんですけど、コンセメワケベラが、弱ってましたが、先ほど行きましたね。まあまた後で拾ってから、今からね各水槽に餌あげていこうと思うんですけど、ロックビューティーはまあ多分これは餌食べますね。馴染みすぎてるというか生き生きしておりますね。あとは、あ、キリンちょっと出てきてるか。まあ隠れ気味かな、キヘリ巾着台。ただやっぱご飯を今から入れるよっていう感じが魚に伝わってるのか、キヘリもちょっと気にしてるんじゃないかなと思うのですが、まあ食べるかどうかわかんないんですけど、今から各水槽に餌を入れていきたいと思います。アズファー、角出し、ヒレナガハギ。まあゆっくりではありますが、しっかりと食べてますね。食べてるね。じゃ上の水槽行きます。なくなっちゃったか。多分食べてるな。ちょっとここはね目視で確認しないとちょっとね食べてるかどうか分かりにくいので、まあ撮影するときはちょっと分かりにくいね。ビューティーも普通に食べてるな。あ、グレイも食べてる、アヌケ食べてる、みんな食べてるな。早っ。よっしゃよっしゃ、なんとかいけそうやね。やっぱここの水槽がいいか。さあどうでしょうね、食べるかな。あ、一応食べたな、今一個食べたな。一応食べたけど、まあこんなもんかな。はい、食べるな。オッケーオッケー。まあ無理せんとこか。あのね、まあ昔からよくある癖なんですけど、新しい子が入るとね、やっぱなかなか餌がね、先住民の子に取られて当たらないので、たくさん入れがちになってました昔は。ですけど、そのいつもよりたくさん餌を入れるっていうことで、そのバクテリアが追いつかない、っていう状況が
あるんじゃないかっていう話を昨日してて、まあアルコールを、アルコールちゃうな、アンモニアをアショウ酸に変えるのはすぐできますけど、アショウ酸を硝酸塩に変えるスピードっていうのはやっぱりその魚の数に対しての、バクテリアの相応の数っていうのが、まあ、もう決まってて、結局ろ材が何本入ろうが、いっぱい入れていようが、この数といつもの餌の量に対してのバクテリアしかいてないと仮定すると、いつもより餌を入れすぎると、アショウ酸が硝酸塩に変わるスピードが間に合わなくて、アショウ酸が残ってしまう。その残ってしまうっていうのが水質を悪くする原因になって、ストレスになって白点が出たりするっていうのを、まあ昨日、まあその思い返せば、思い返せばそんな感じが しますね。やっぱりいつも新しい子が入るとついつい餌を入れすぎちゃって、水を悪くしてアショウ酸が出て、ストレスかかって出ないはずの白点が出たりとかが今まであったのかなっていう感じを思い出すと、あるような感じがします。ケトラミンも入れようか。あ、こっちのね、ブラックオセラリスは結構太ってるよね。テトラミン1日1回しかあげてないんですけど、案外プクプクしてますよね。でもサンゴ水槽の隠れクマノミは結構お腹がぺっちゃんこ、ね、同じ量を食べれてると思うんだけどな。違うのかな。海藻70はやっぱりここ入れた方が良さそうね。染め分けアッコとか茶色もそうやし、結構やっぱりね、マンダリンが海藻70をやっぱりなるべくまあまあセレクトよりは下に落ちる可能性があるので、それを拾ってる感、拾ってますね、拾ってる感じがあります。みんな状態は良さそうやな。なんかね、花子も目出てないね。で、黄色サンゴハゼもね、テトラミンを食べてくれてるみたいで、いけそうやね。いけそうやな。海藻70入れてあげようか。最近1日1回しかご飯あげてないからね。まあまあ、よいしょ、いけるかな。まあさっきセレクト食べてるの見てますから、まあ問題なく食べてくれてると思います。
まあ、隠れ熊の実もね、なんとか海藻70食べていけてる感じがしますね、うん、まあついでにテトラミンも何枚か入れておきましょう。ではでは、こちら行こうか。そんなに角なし変な動きするな。あんまり無理せんとこかな。ちょっと控えめに行こうか。まあキエリ巾着台も食べてるようなので、まああまり餌はね数入れずにちょっと、いつもと同じ量の餌を入れていこうかなと思います、テトラミンとかも食べんのかな。あでも追っかけてるな。あでも食べはせえへんか。食べはせえへんな。反応してるけど、まあな、セレクトとかの方が美味しいからな。しゃあないね。オッケー。まあ大きい水槽はまたちょっと後にしようか。さあ数えようか。隠れ熊の実は4、ケラマは4、サザナミハギ、シリキが1,2,3,4,5,6,7、1,2,3,4,5、シリキも10匹ですね。レビも多いね。隠れはなくなったのぽいな、なくなっちゃったっぽいな。しゃあないか。とりあえず海藻70を約半分。テトラミン、テトラミンでしょう。あれね、スクリルブルドがご飯食べんの下手くそだから、こっから大きい餌を、与えるようにしています。よく食べてるね。
で、クイーンには階層70の大きめ、うん、で階層70の大きめをクイーンには食べてほしい。そうそうそう、はい、はい、はい、うん、今日の餌割りはこんな感じですね、うん、全部あげたね。よし、これで今日の餌割り終わりたいと思います。